青木拓磨です。今日はですね、フランス、パリに行きました。まあ、今週末、来週末のルマン24時間に向けてですね、こうやってフランスに来たわけですけども、日本の時間は1時です、午前1時。今こっちの時刻で言うと6時半、になります。まあ、これからレンタカーを借りて、フランスのルマン市まで、160キロ、大体2時間ですかね、の道のりを行きたいと思いますので、十分注意して行ってもらえればなと。今回はマネージャーさんが運転をしていきます。はい、ここに着きました。今からレンタカーを借りに行きます。レンタカーです。はい、買います。サルドゴールを抜けて出発をします。ルマン、あ、違う、はい、どっち？左です。左、はい、ドライバーはマネージャー。眠そうです。眠い。はい、右側に行ってください。はい、青木拓磨です。はい、無事にホテルに着きました。はい、まあ見る限りすげえ田舎です。超田舎です。はい、今日はですね、ここの、ホテルというか、まあ約2週間、ここのホテルで、チームとともに、はい、やっていきたいと思います。それではまた。はい、頑張っていきます。いかがでしたでしょうか、今日の動画。今回の動画もですね、楽しかった、面白かったなと思う人はですね、高評価ぜひお願いいたします。そして、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。